こんにちは、地の種です。間違い探しの時間です。左右の絵から3箇所の違うところを80秒以内で探してください。それでは全6問スタートです。1問目です。フリーマーケットのイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントを出します。商品に2つあります。終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。ネックレス、マグカップの色、女性のヘアピンが変わっていました。間違い探しは空間認識能力と集中力、注意力を鍛える効果があると言われています。2問目です。魚釣りのイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントを出します。男の子にはありません。終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。浮き玉の位置、魚、そしてここに草が増えていました。3問目です。海水浴のイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントを出しますよ。それぞれに一つずつあります。
終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。女の子の靴、シュノーケルの色、浮き輪の色が変わっていましたよ。4問目です。水族館のイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。水槽の中に一つあります。終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。女性の手、ジンベエザメのヒレ、人が立っている場所が違いましたね。私も水族館大好きです。5問目です。歯磨きのイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。下半分に一つあります。終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。蛇口の向き、鼻の数、歯ブラシの色が変わっていました。歯磨きは食後のあと1日3回が理想とされています。歯磨きができない場合、うがいをするだけでもいいそうです。ただし1日に1回はしっかり磨くことが必要ですよ。6問目です。昔の遊びのイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。丸い形の遊び道具に2つあります。
終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。ビー玉の数、紙風船の柄、けん玉の紐が変わっていました。それでは最後におまけ問題を出題します。3箇所の間違いを30秒で探してください。それではスタートです。終了です。答えが分かった方はコメントしてくださいね。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。間違い探しは知の種のホームページで無料の脳トレプリントとして配布しています。ホームページをチェックしてくださいね。コメントと高評価をお待ちしています。チャンネル登録もお忘れなく。